全面線は20世紀初頭から計画されたビルマと中国雲南省の混迷を結ぶ予定であったメーターゲージの未完成鉄道である。第二次大戦中に着工したが全通せず、戦後混迷期待期から一平漏洩期間が完成して今初め線となったが、1970年の聖魂線の完成に伴い大部分が廃止、現在は混迷期待期と 石添機関の1 2 9トルが今一線として残っている。本鉄道の構想は19世紀よりあり、日中戦争中、小解析への軍事支援を行うためのルート整備の一環として1938年に着工した。1942年、日本がビルマを占領したため建設は全面的に中断した。戦後、中国が中国共産党の支配下になり、 ビルマも独立したため、共産党中国、イギリスとも日本鉄道の建設を放棄、現在は 100km 以上に及ぶ移行のみが残る未成線となっている。イギリスは19世紀頃から東南アジアからビルマ経由で中国へアクセスする交易路の利権獲得を目指していた。これはイギリスのビルマ侵略の一つの大きな目的となっていた。この鉄道の開通により、 ヨーロッパ、中国南方間をマラッカ海峡を経由せずに往来、交易できることが期待されていた。1885年、イギリスはビルマを併合し、1886年に中国との間にビルマ条約を締結。1887年には中英俗義ビルマ条約を締結した。その十二兆において将来、雲南省で中国が鉄道を建設する際には、 イルマ側のイギリスの鉄道と接続することが定められた。1910年のフランス領インドシナのハノイとコンベイを結ぶ点越線の開通はイギリスに中国南部との交易の利益をフランスに奪われるのではと危機感を抱かせた。イギリスは英仏インドシナ協定を活用して鉄道敷設権利を確保したがその後本鉄道の建設計画は停滞する。 1938年、日中戦争の激化に伴い、ビルマから中国へ軍事物資を輸送することを目的に、中国国民党政府、イギリスアメリカの間で鉄道建設の協定が結ばれた。建設にあたってはアメリカが出資し、中国とイギリスが鉄道を建設することで合意し、測量が開始された。1938年12月5日、全ルートを。 東西二部十五校区に分けて建設が開始された。建設には三十万人以上が動員され、亜熱帯で不衛生な環境、マラリア等の伝染病や、食糧不足、過酷な労働のため多数の死者が出た。ルートは、中国側から昆明より西に向かって、安寧、六豊、広道、所有、鎮南に至り、そこから一旦北上して、ようやす、再度西に進んで、 聖火堂を経由し、正雲の南側で、南化して、渡る渡る、南道、君を、雲県、を正し、そして、国境の池るたちに至り、国境を越えて、ビルマのシシャンシュ山州訓ンを経由し、ラーショーにて、ビルマ鉄道に接続する。全線で1 0 0 0トルを超え、そのうち8 6 6トルは、中国国内を走る。鉄道規格は、天越線に準じることとし、 ゲージ幅もビルマ側の鉄道と合わせて1000ミリメートルのメーターゲージとなった。1940年、日本の普通新中に伴う転越線の遮断などにより工事は一時地帯したが、1941年にはビルマロード経由で資材が運搬され建設が再開、移行急速に建設が進む。1941年2月には、コンイから石素まで開通。 10月には安寧までの 35.2km が開通した。一そ、安寧間には急勾配があるため、ループトンネルを一つ設置して高度を稼いでいる。同年にはアメリカンロコモティブ社員25台のマレー式機関車の発注も行われた。1942年、日本は延焼ルートを遮断するために体系でビルマに進行。4月末にはラシオを占領。 5月にはビルマから、雲南省に入り土港に到達、へしゃげ毛、投越、流流を要塞化し、土港西岸に 400km にわたる防衛線を展開した。そのため国民党軍は退却し、ビルマ航路の橋を破壊、建設中の天面線も日本軍に利用されないよう、一部を破壊し、建設は中断した。中断当時、各航区における、 土木工事の進捗率は45%から80%に達していた。戦後、ビルマの独立によりイギリスは全面的に本鉄道から撤退、また中国もビルマの重要性の低さと建設の困難さから本鉄道の建設を放棄した。建設中との区間のうち、昆明から一平楼までの区間は、 今始め線として活用されることが決まり、1958年3月、測量開始、4月に寄港して、1959年3月に開通した。しかし、一平楼駅まで並行して走る青根線が1970年に開通したため、一平楼駅草敷駅間 88km の区間は1970年に廃止され、草敷駅麒麟駅と、 安寧駅一祖駅の区間も1980年に廃止安寧駅から麒麟駅は昆明鉄鋼工事に関されわずかに残された昆明一祖間の1 2 9トルは混め線から混一線に改められたまた1979年の昆明南駅への乗り入れ廃止に伴いメーターゲージの路線は昆明北駅に集められたため現在混一線は コンガ線の支線となっている。臨送市雲県防府ところに残されたトンネル移行跡の記念碑右脇にあったトンネル入り口は崩落により現在は消滅している。天面線のうち、昆明から一平老館は一時鉄道が走っていたため、山間部の廃線跡はかなり明確に残っている。未成区間も雲県までは比較的移行が残っており、また正雲や雲県等、 各所に記念碑が混流されている。また、ビルマ側からもラシオからの建設アートが数十キロにわたって残っており、公開されている衛星写真等で確認できる。ありがとうございます。